はい、高野久です。こんにちは。今回はですね、11月28日のジャズということでですね、トランペッターフレディ・ハバードのライブ版をご紹介したいと思います。キーストンバップ Vol.2 フライデーサタデーという アルバムなんですけれどもねこれは1981年の11月27日と28日にこの2日間にわたって繰り広げられたライブの演奏の中で良い演奏を編集して封じ込められたやつなんですけどやつというかアルバムなんですけれどもね <laughs>、えー、パーソナル紹介しますねトランペットフレディ・ハバードジョー・ヘンダーソンがテナー・サックスでボビー・ハッチャーソンがビブラフォンでビリー・チャールズがピアノでラリー・クラインがベースでスティーブ・ホートンがドラムスというですね6人 県生の熱いライブなんですねもうフレディ・ハッバードはもうノリノリイケイケですねもうすごい絶好調ですね高音出しまくってヒットしてもう脳天直撃って感じですよボリュームでっかくして聞くとで、ジョー・ヘンダーソンもですねいいソロをとってるんですよだからもういい意味で光と影って感じですかねまあ、フレディ・ハッバードだけこう 明るくイケイケ熱くノリノリなだけだとそういうあのワンホーンカルテットだと多分聴いてて飽きちゃうと思うんですね熱いだけの演奏まあもちろんいい演奏なんですが延々と続くとちょっと胃もたれしちゃうかなみたいなところをですねジョーヘンダーソンがまた違うあのうねうねしたとぐろを巻くようなだけど熱いアプローチでですねフレディとはまた違う良い ソロを聞かせてくれるんで、すねでさらにさらにさらにですね、ボビー・ハッチャーソンがこれいいんですよね。もしかしたらですね、もちろんフレディ・ハバードのアルバムでもちろんフレディ・ハバードが一番主役ではあるんですけど、サウンド的にもね。もう2番目の影の主役というか影でもないですね。本当一瞬ですね、ボビー・ハッチャーソンがソロ取ってる間は、これボビー・ハッチャーソンがリーダーのライブなんじゃないかなと思うほどですね、いいとこ取りしてるんですよ。とにかくこの涼しい音で熱いプレーをしまくるボビー・ハッチャーソン。 ボビーーハッチャーソンの存在があるからこそですね何度も聴きたくなるようななんか記憶に残るライブになってるんじゃないかなと思うんですよね。まあビブラフォンなのでもちろんこう和音もできるのでソロを取るだけじゃなくてですねこうバックでもこうビブラフォンの涼しい音色がこう時々入ったりとかもするのでそれが良い演奏のアクセントにもなっているんですよね。だから このさ個性の違う3人がフロントに立つことによってですねすごく演奏時間はもちろん長いんですけれども飽きない構成になっていてでそれぞれほもう本当にジョー・ヘンダーソン・カルテットとして聴けますしジョー・ヘンダーソンがあのソロをっている時はねもちろんフレディ・ハバード・カルテットとしても聴けますしあとボビー・ハッチャーソン・カルテットとしても聴けるというですね1枚で。 サンド美味しいし内容にもなってんですねでリズムセクションもです、ね、勢いがありましてです、ね、特にラリー・クラインのベース、まあ、この時代も81年ですからね、まあ、70年代から80年代にかけてのジャズのベースの録音って随分変わってきてるんですけど、ね、録音というか再生がですねやっぱアンプ使うようになってきてるので。 あの弦の音をマイクで拾うんじゃなくてまあもちろん拾ってやってるのもあるんでしょうけれどもその増幅の仕方がですね結構電気的なな音になっちゃうんですよね例えばあのピックアップをベースに取り付けることによってそこで弦の震え銅の鳴りよりも弦の震えを優先的にこう再生増幅してしまうのでどうしても入院入院ってねあのエレキベースのフレットレスベースみたいな音色になってしまう嫌いがあるんですよこのののの時代ベベーーススっていうはウッドベースの音色が だからあんまりこの F ホールの銅の鳴りがうんぬんかんぬんというよりも,もう弦のり中心だけどその分ですね弦のりあのダイレクトに捉えるのですごく。 音程が分かりやすくなりですね、ベースラインが明確になるという利点ももちろんあるんですね。でも逆にデメリットとして、音程が明確になる分ですね、もこもこした感じが消えて少しクリアーになる分ですね、音程の悪いベーシストはばれてしまうというデメリットがあってですね、まあ、ミスター・ベースマン RC さんなんかだと、割とそれで損しているような気がするんですよ、その音程の悪さがかなり露骨にあの現れてしまうような増幅のされ方されているのでね。 なので、まあ、個人的には私はどちらかというと、やっぱね、50年代ハードバップのウッドベースの音色が好きな人なので、どちらかというと、どうのなりも録音されたようなジャズの音の方が好きなんですけれども、でももちろんだからといって、アンプで増幅したですね、ちょっとブーミーな音が嫌いというわけでもないんですね。これがその恒例なんですよ、このライブで演奏されている。 ラリークラインのベースラインなんかかなりあのブインブインしているまあ輪郭を捉えやすいんですけどその輪郭の捉えやすさがですねすごくアンサンブルに良い影響をもたらしてるんですよねただ単純に4つ刻みするだけじゃなくて結構アンサンブルの要となっているのが結構リフみたいなものを弾いてるんですねリフレインあの略でリフっていうんですけれどもただあの4つ刻んで伴奏するだけじゃなくてだん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 みたいなまあ一番分かりやすいリフというと ウェイン・ショーター作曲の「フットプリンツ」なんかあると思いますけどダンタンタンタンプロン,パン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 みたいなねずっとそれを延々と繰り返してそれで管楽器やピアノがハーモニーつけたりソロをとったりするっていうような構成なんですけれどもまさにですねラリー・クラインのベースラインっていうのは特にテーマの部分なんかだと非常に アレンジの一部になってるんですよね彼のベースラインの方もそうするとベースラインに対してどうハーモニーが乗っかるかあとメロディーが乗っかるかということになるので非常に良い対比みたいなものをあの指し示している低音になってるんですねだからラリー・クラインのベースの音といいこのアンサンブルベースラインといいですね本当にこ,うこの時代の80年代とかね、まあ、70年後半のジャズの良い部分を 出してていいいいるるんじゃないかなかと思っている私がここにいますみたいな感じでございましてですねでそれに色をつけるスティーブ・ホートンのドラムはエキサイティングでエネルギッシュなんですけれどもまあまあちょっとねまあすごいライブ向きの人だとは思うんですけどちょっと細かいところが荒削りだなって感じはもちろんするんですけどそれはまあフレディ・ハバードにも言えることなんでね、まあ、フレディ・ハバードはもう熱いプレイしてますけれどもまあ 勢い優先みたいなところがあってまあ構成的なものというかちょっと細かいところはまあそれはしょうがないんですけどねもうそれ熱気があの補ってあまりあるものがあるのでまあ別にあのどうこう細かい何がスタジオ録音じゃありませんのでどうこういう構成がどうのこうの言うつもりはないんですけれどもまあ そういういちょっと細かい爪の本当にあのわずかな甘さみたいなところなんかは全然気にならないアルバムだと思いますので安心してですね爆音で聴いていただきたいアルバムだと思いますね。 時代はもう、ね、完全にフュージョンがしていいるぐらいの時代ですよねもう少しするとだんだんウィントン・マルサリスなどの登場によってですね、まあ、アコースティック・ジャズがどんどん復権していくんですけれども、まあ、時代は1981年といえばもうテクノが流行って、まあ、YMO が まあ、テクノが一段落したぐらいかな。BGM を出した年ですかね。ファンの切り離し作業といって、ちょっとダークでアンニュイなアルバムを出した頃ですね。だからそのもうちょっと前だと日本だと結構ね、ウォークマンが流行って、インベーダーが流行って、まあ、それとシンクロするかのように YMO の音楽、まあ、ライディーン、テクノポリスみたいのが流行ったりもしていた時代がちょっと一段落して、少し時代が方向転換をして、少しダークでアンニュイな感じのサウンドになりつつあるというような時代に。 なってる中じゃあジャズはどうかというとやっぱ81年といったらですね忘れちゃいけないのマイルス・デイビス復帰ですよね6年間引退生活を送っていたマイルスがよみがえりそれで「ウィ w o ンとマイルス」をですねあの素晴らしい名盤をですねあの出しているんですけどまあその時はライブが81年のライブなわけですよね。 だからもうバリバリね、ドラムアルフォスターでまあ普通のドラム叩いてますけれどもまああのー、ベースは思いっきりマーカスミラエレクトリックベースですしね、でマイクスターン当時若かったマイクスターンがギュイーンってエレキギターを鳴らしたりしている間にですね、フレディ・ハバードは相変わらずアコースティックジャズで熱い演奏を繰り広げていたというのがこの1981年なわけですよ。だからもう 多様な時代、音楽もいろいろね、まあ、ジャズと言っても一口にもジャズと言っても定義づけるのがもう難しいような時代になってきている中でもですね、もうストレートにもうアコースティックジャズ一本でもう強い腕力をグワーンってねアコースティックフォービー健在だぞみたいなもう力強いです、ね、トランペットの,あの吹きをですね、サンフランシスコのキーストンコーナーで見せつけていた。 一夜のあ、二夜ですね。二夜の記録が記録されているのが、このキーストンバップなんですね。ゴロイですね。キーストンバップってなんかかっこいいですよね。まあ、ボリューム1もおすすめなんではありますけれども、まあ今回はですね、11月28日のジャズということで、当てはまるアルバム、結構、 こう探したんですけど、なかなか出てこなくて、あそういえばと思ってですね、27日のジャズだと思って、ちょっとスルーしていて、振り返ってみたら、あ2夜連続ライブだよな、みたいな思いましてですね、28日の方もあったということで、今回これ選んだんですけれどもね。 いや良かったですよ、これ思い出せてですね、久々に聞いたら、もう熱い熱い、ボビー・ハッチャーソンも、ジョエン・ダーソンも、みんな素晴らしいプレーをしていますので、まあ、あんまりフレディ・ハバードの代表アルバムとして選ばれないアルバムなんですけれども、このフレディ・ハバードが持っているですね、 まあ、とんでもないあのトランペット的腕力みたいなのを、まあ、ものすごく感じられるアルバムの一枚であることには変わりありませんので、まあ、ぜひですね、未聴の方はお聞きになってくださると嬉しい限りでございます。ということで今回は1980年11月27日と28日に録音されましたトランペッターフレディ・ハバードのキーストンバップ Vol.2 プレスティッジから出ているアルバムですね、を紹介させていただきました。最後までお聴きくださいましてありがとうございました。